ですよ。お疲れ様です。鶴ヶ峰駅到着しました。すげえ風、カメラマンがいないね。恥ずかしい、動画撮れないわ。うわーすげえ風。おはよう。足場が終わっちゃいそうで、組み立てがもうそのまま向かいます。嘘、やばい、はい、ちょっとやばい。飯も食えんの俺。ついて食べてないです。マジ、ちょっと左行っちゃいます。これ横浜で、はい、久しぶりに来たわ。遠いな。遠いですね。安内。はい。めっちゃ近いですね。近くない。これじゃ案外。あ、案外そういうブログ用だもん。富士山が見えるらしいんで、ちょっとカメラ回します。現場でどれぐらいかかるの？現場あと10分。あ、近いね。おお！あれ富士山ですよ。富士山だ。見えたかな？カメラ映したから。よかったな。あ、着きた。おお。あ、こんにちは。お願いします。お願いします。あ、チャンネル登録する？お、見とる？お、お疲れです。お、お疲れです。お、何？二人でやつ。お、なんかかっこいいじゃん。背中見せて。はい。かっこいいじゃん。背中見せて。SHH。あ、会社名が SSH。会社。ああ。はい。すごいじゃん。かっこいいね。二人？おお、早いね。もう二人でこのもう組んだ。あ、マジ早いな。二人で何件組みっぱら行くの？この後買いたいですね。あ、マジやるやん。明日から名古屋だな。あ、嘘。嘘でしょ？親父の旅行やっちゃう。あ、出産来た。こんにちは。こんにちは。あ、YouTube 撮っていいですか？YouTube 撮っていいですか？大丈夫ですか？ちょっと映です。ちょっとあります。小林です。社長の小林です。あ、よろしく。YouTube とか見られたことあります？あ、見てますよ。あ、僕が出て、うん、ふざけたことやっとんな、うん、みたいな。ふざけてない。ありがとうございます。この人はなかなか。あ、そうです。もう、ありがとうございます。あの、細かくてね。あ、一番良かったですか。うん、へえ。まあでもすごいしっかりして。はい。まあ、で勇気持って、今一遍こっち来てやってみたいな。もともと愛知県からこっち来た。あ、そうですか。はい、そうです。僕はまだ新人です。はい。おい。喋らずこれ足元が好きだよ。足元に来たんだ。ちょっとじゃあ折り返すわ。あ、すみませんか。はい、じゃあね。あ、YouTube 見たことある？はい、YouTube 見たことある？あります。うちの YouTube？ はい。嘘、社長かっこいい？かっこいいです。おー、見てるじゃん。チャンネル登録してる？ほんと。いや、組んどるとこ見たかったな。終わっちゃいました。うん、早いよ。何ですか？もうほんで8時スタート。8時スタート、はい、あ、ほら8時半スタートかな。でも2時間半もうあとほぼ組み終わっとるでしょ。はい、大変やもんな。すげえ、どうか。おぉ、これ何？これはですね、立てかける用で。もう、なるほどな。後ろに立てる。これでやるんですけど、うん、もうこれ怒ったら落ちちゃうんで。そうだよね。うん、立てかけるですか。あ、でも綺麗に手すりもつけて綺麗に組んどるじゃん。綺麗に組んどんな。なん、ベランダの手すり、うん、とかも養生とかやっぱりしてくれるんで。あ、ほんと動いた。あ、ベランダの。あそこまでやってくれない。あ、ちゃんとしてるなって。すごい助かる。結構ちゃんとした会社じゃない SHH さんな。こういうのもある程度そのダブルとか使ってくれるんで、うん、こういったところもまあシングルですけど、現状も全部、うん、職人さんの方でやってくれるんで、うん、だいぶ助かります。うん、はい、それ助かるな。助かる。うーん、やっぱりまあ僕たちがいくら、うん、その寸法を出したってやっぱりズレあるじゃないですか。あるな。で、うん、なんで現状もまあ前のうちみたいな感じですよね。職人さんが来て、うん、その数量を測って、うん、その材料を用意する形なんで、うん、こういうところとかも、まあ、うん、間違ってたら全部シングルになっちゃうじゃないですか。ああ、そうやな。持ってくるものが、うん、なんでやっぱり広い面しっかりダブルで入れてもらえてるんで、うん、すごいやりやすそうじゃん。はい、組み立て見たかったな。早かったな。本当に早いです。まあ、もうちょっと早く来なかったな。なんか鳥みたいな。金稼がなかったんで。いや、でも綺麗に組んであるよ。綺麗にやってくれてますね。ね、うん。ああいうのも全部浮かしてな。はい。そこら辺かなり複雑だよな。うん、花壇があるな。花壇があるから複雑になっちゃって、うん、
広島の責任者やってんの、はい、何君っていうの、はい、何君、僕秋元です、秋元君、はい、かっこいいじゃん、25で、はい、しっかりしとんな。もともと何、自分が頭一番最初に来て、僕がもともと塗装班にいて、うん、でその時に足場の立ち合いした時の足場の職人さんめっちゃかっこよくて、うん、そんで足場やりたいって言って、あ、やったことなかったの、なかったです。でやり始めて、うん、その前まで使ってた足場屋さんのところに手伝い行ったり修行行って、はい、覚えたの、はい、すごいじゃん。なんかちょっとじゃあ視聴者に向かって一言お願いします。いやー、すごい恥ずかしい。うちで働いてくれ、はい。うちで働いてくれ。すごいね、でもいいね。ほんと社長はもう塗装の職人から。そうですね、もう僕おじいちゃんもペンキ屋さんなんで、あのね、自分が、あ、お父さんもペンキ、あ、お父さんの会社なの、そうです。あ、親父がそしたらやっとって、はい、そこに入って塗装職人で入ったけどもう嫌だわって言って。あ、ほんと、それなんか俺インスタくれた、はい、あ、送りました。送った、はい、なんかメッセージ送った、はい、あ、だよね、はい、あ、だよね、はい、あ、そうなの、はい、あ、マジで、はい、なんか覚えあるわ。なんだ、インスタ帳見せて見せて、はい、俺返信してない。いやいや、俺結構返信してないよ、僕確か、うん、結構返信してるわ。一回、あ、そうだね、YouTube で送って、うん、これまた俺のいいところほらちゃんと送ってるもんね俺、はい、で、また関東の支店出店っていうのを見たときに、うん、送らせていただいて、うん、あ、ごめんなさい、今見ました、募集の方、あ、あんまり返信してないよ俺。楽しく仲良くやろうね、また、はい、お願いします。いいじゃんいいじゃん。じゃあ今からちょっと解体目指してよね、はい、結構綺麗に組んどるな。あ、もう上一人下二人のスタイルだ。そうですね、毎回、はい、おー面白いな。やっぱ全国こうやって働いてると思うとなんかやっぱ嬉しいな。なんかYouTube じゃないけどさ、あ、生にもこういうやつおるんだとかさ、みんなお職人やつがな、職人やってさ、だんだんまともになってな。怪我だけしんように。もう怪我したらもうアホだよな。もう大丈夫です。あ、なんもないよ。みんな、俺もだって職人やったもんね。周りで死んだやつもおるもん。高いとこ登らないようにしてる。お前職人じゃねえやねんか、お前。倒れが。そう、高いときはやめてきますって。高いところダメだから。だそれ、お前。会社の名前は何だっけ？匠塗装株式会社。匠塗装、はい、あ、んで足場班が別で、はい、で完全に自分が社長でやっとんだ、はい、ちょっと面白そうな会社だね。会社どこにあるの？横浜市内です。で、元芸募集もあんの？従業員募集してる。従業員募集、はい、まあ、ダメだよそれは、うちの人もう無視すんなよお前。何恥ずかしかったんだお前。お疲れ様です。まあでも どこの時もいいな、やっぱね、トビってこういうやつばっかりだね。もうカラッとするじゃん。そうもうこうやってやってもいい。こういうの好き。体育会系のなノリで。また頑張ってください。怪我しないように、はい。ありがとうございます。お願いします。挨拶でスローが戻ってきたぞ、これ。あったかいの。またね。またな。じゃあ何個か現場回って、はい、今ちょっと湘南の海もうつけますよ、江ノ島。おー、あ、これが江ノ島ですか。これが江ノ島っていう、あ、島が別であるんだ。そうです、島が、そうかそうか、島だもんな。なんかもう街並みもちょっと綺麗だもんな。駅が正直僕一番びっくりしたんですよ。竜宮城なんです。マジで知ってます？竜宮城に行きたいわ。俺夢だったの、小学校から。竜宮城に亀に乗せ、何匹か亀を俺助けたんだ。おお、あれ駅なの、はい、すげえじゃん。おお、あ、サーフィンやってるじゃん。うわー、やべえ。やばいっすよね、見ます？マジ？めちゃくちゃやべえじゃん。すごいですよね。でもそうです。あれこんなに。お、富士山見えますよ。あ、富士山。うわ、本当だ。マジや。しかも日当たって。夕日の富士山、まあまあいいじゃん。
当たってるか。当たってないです。多分当たってないです。あれですよ。すげえな。なんか違いますよね。違うな。いい感じ。いい感じじゃないですか。分かる分かる。いい感じ。やあ、危ない危ない。やべえ。うわ。すごいね。高さ失敗だろ、確実に。お写真撮るやつね。ハートだよ、お前。お前らさ、俺ら3人でハートだよ、気持ち悪い。ちょっと撮りに行こうか。面白そうだな。行ってみよう。観光で、何、向こうまでずっとあんの？はい。何、何だ？何があるって言われる？これもう島になってるの、ここは。すでに。はい、あ、もう島に渡ってるってこと？全部島に。繋がってんじゃん。やば。ここ全部いい？ね、でっかい丸焼き。何、美味しいの？あの名物、じゃ名物です。あ、マジで？はい、食べようぜ。 YouTube 出していいですか？はい、 YouTube 出していい？いいですけど、もうできたってなっちゃう。もうできちゃったの？早いわ。あっ、ちょ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 。またね。江ノ島神社、日本三大だ。何ブログだってこれ、はい、YouTube だこれ。疲れた。もうこれどんどん上までずっとあんだ。ずっとあるんで、でも普通に車走ってるもんな。それがすごいよな。観光者、あんなところ住んでるやつおるの？いるんじゃないですか、あんな上に。なんか初めてですか。これだけあります。後で続きますよ。まあまあ200円分ぐらい落とした。風で割れましたね。400円だったな。一番下からってことか。あ、こんな感じ。あ、もう見た。こんな感じだ。あ、いいや。はい、ポーズ。観光客やん。まだ俺も顔作るまで慣れてないね。顔が真顔になっちゃう。なもんか。